はい、というわけで日付をまたぎまして3日目の特攻場でございます。よろしくお願いいたします。では本日はですね、こちらからいきましょう。ブラデビさんから届きましたクチートビンでございます。よろしくお願いいたします。よいしょ、スリーブが可愛いぞ。良きですね。よいしょ、お SR が見えます。スバラのスイ、よいしょ、どこらせ、あ、いいですね。トップローダーに入っていて折れ曲がり防止いただいています。ありがたいです。よこいせ。というわけで、20枚ですね、クチートいただいております。ありがとうございます。良きですね。スリーブがめっちゃ可愛い、ブイズのスリーブに入ってる SR がございますと。これは入れ替えずにこのまま置いておきましょうかね。いやー、ありがたい。よいしょ。じゃあ、あ、そうですね、これはこんな感じで置いとこうかな。よいしょ。はい、ありがとうございます。続きまして、コロのリパテンさんからいただきましたものを開封させていただきます。よいしょ。コロさん、いいですね。ちょっと重みがある感じになっております。あとやっぱさすがオリパ屋さんですね。よいしょ。封入がめっちゃおしゃれ。ジップロックだけよりもなんかすごいおしゃれ感が出ますよね。表が見えるように入ってるやつと、表が見えないように入ってるやつとかございますね。はい、というわけでお手紙入ってます。まずこちらを読ませていただきましょう。特攻長さん、お誕生日おめでとうございます。そして2度目のマスデーココメイベントおめでとうございます。ちょっとしたプレゼントです。コロナオリパーということでいただきました。中身注意って書いてある。どういうことだろう。なんだろうなんかね、こっちが表なんだけど、なんか何も見えない感じ。でも、なんかね、触った感じちょっと分厚さがあります。なんだろう、この厚さのものって全然思いつくものがないぞ。あ、コインだな、これ。コインっぽいものが入ってる気がする。これで100円玉入ってたら面白いよね。触った感じのサイズ感は500円玉ぐらいあります。さあ、いきますね。何が出るかな。せーので、よいしょ。ほい。お、これはコインですね。せーの、よいしょ。あー、ありがとうございます。メガクチートのコインですね。うわー、これはめっちゃ嬉しいですね。まあすでに1枚は持っているんですけれども、2枚目いただきました。ありがとうございますね。まあプレイ用でガンガン使っちゃってるんで、2枚じゅんぐりじゅんぐりで大切に使っていこうと思います。ありがとうございます。めっちゃ可愛いよね、これね。いいよね。はい、さあ、ほいで、これが裏向きで入ってるやつ。これもなんか裏向きで入ってるやつですね。よいしょ。で、表向きで入ってるやつ、これは複数枚でセットで入ってますね。黒いスリーブのものもあれば透明スリーブのものもありますと。よし、じゃあちょっと枚数見ていきましょう。よこいせ。えい。いやー、やっぱね、シールドのクチートもオルジェンのクチートもとてもとても可愛いんだよな。特にオリジナルのクチートめっちゃ可愛いよね。小玉さんにね、感謝の気持ちを伝えたいんだけど、あの人ツイッターやってないんだよねそう。はい、というわけでまずはノーマルのクチートが60枚ございました。ありがとうございます。からの、よいしょ、ここにまだあと2枚4枚ございますね。よいしょ、見ていきましょう。よいせ。お、これは、これは採掘クチートですね。ひめまるさんの採掘クチートからの、よいしょ、ようこいせの3、えい、あ、同じく採掘かなですね。採掘クチートが2枚いただきました。ありがとうございます。そして残り2枚、よいしょ、えい。お、これは基本アクエネルギーかな。アクですね。アクエネルギーということは、これはバンギラスが出てくるんじゃないかな。よいしょ。お、アクタイプ、アクタイプ、ひめまる先生ですね。よいしょ、いただきました。ひめまる先生のバンギラス、ありがとうございます。ということは、ここはひめまるさん、ひめまるさんっていう感じで揃えていただいた感じになってるかなといったところでございます。ありがとうございます。いいですね、粋な計らいが感じられるような、そんなものになっておりますと。合計で62クチートかな。よいしょ、いただきました。ありがとうございます。というわけで続きまして、プニさんからです。プニさんからはこんな分厚さで届いております。なんかね、すごい振った感じ、特別なものが入ってる気がします。すごい、なんかいろいろ入ってる。よいしょ。
真面目なお菓子ミレービスケットゆず塩味、へえめっちゃ美味しそうで、高知名物の芋けんぴと、これも高知家ですね、お裾分けということで、これミレー、あすごいキャラクターが一緒だ、ほらね、へえなんじゃろうこれ、こういうビスケットがあるんですね高知には、なるほど、へえへえへえ、すごいめっちゃ美味しそう、へえ、でよいしょ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 、こういうことですね、プレゼントの1とプレゼントの2っていう感じでいただきました、ありがとうございます、よいしょ、このおやつ系はまたゆっくりと食べようと思います、めっちゃ美味しそう、これが楽しみ、やばい、ゆず塩味だぜ、さあじゃあ1番からいきましょうかね、よこせほい、さあ何が出るかな、何が出るかな、よいしょ、よこせプレゼント1ということで万歳しておりますね、こいしょ、綺麗にいきたい、よいしょ、よし OK、よいしょ、すげえ梱包がめっちゃ丁寧、よいしょ、ほい、ここはえい、よいしょ、あこれはスリーブですね、よいしょ、クチートさんかな、いきます、せーの、よいしょ、いただきました、メガクチートスリーブです、ありがとうございます、とても助かります、今何枚ぐらいスリーブあるんだろうな、まあ結構な枚数あるんですけど、あのクチートのスリーブはねいくらあっても足りないんで、よいしょ、お手元に残っているものをね、あの本当に使いかけとかでも全然 OK です、使いかけでも全然 OK なので分けていただけるととても助かります、ありがとうございます、はい、というわけで続きまして、プレゼントの2ということでプニって書いてますね、プニ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 、よいしょ、ほい、いきます、よいしょ、お、こちらもスリーブですね、プニさんからはクチートは0枚なんだけれどもプレゼントをいろいろいただきましたという感じで OK ですかね、あ、そうか、そうだわ、プニさんからもう一つあったんだわ、そう、こっちはこっちで分厚いんだよね、すげえな、ちょっと待って、しかもね結構な重さがあります、もう一つの方、とりあえずちょっとプニさんからですねスリーブですね2ついただきました、ありがとうございます、1番2番って分ける必要性はあったんだろうか、ちょっとそこは気になるところだが、うわちょっと待って、これえうわめっちゃ重いんだけど、やべえ何枚あるんだろう、これ最多勝更新しそうですね、はい、というわけでじゃあ開けさせていただきましょう、これ全部クチートかな、すごいですね、何枚入りなんだろうちょっと恐ろしいぞ数えるのが、はい、でなんかこれもなんか入ってますと、うん、なんだろうね、全然外から想像つかないものが入ってます、でお手紙えいっつうことでね、これも分かんないやつがいきますね、よし、じゃあまずはちょっとクチート数えましょうか、先こっちから行こう、よいしょ、ほい、めっちゃしっかり入ってる、よこいせ、これどうしよっかな、よいしょ、なんかすごいボトルシップみたいになってる、よこいせ、これだけなんか外から見えない感じになってますね、よいしょよいしょ、はい、よし OK、 じゃあ、あ、これはこっちに置きましょうね、で、これが何枚ずつなんだろうな、めっちゃ綺麗に梱包されてんな、すごい、1枚ずつスリーブ入れてくださってる、うわありがとうございます、32枚です、やべえ端数だ、31、やべえマジで端数だ、端数だらけだ、でびっくりした、ダブルレアがいきなり間に挟まってましたね、32+31はよいしょ63ですね、ちょっと待って、63ですねってすでにそれでおかしくないか、え73123455、なんだこれ、おおびっくりした、 SR だ、おおこんな雑に入ってる、これで150
初代ポケモンの数を超えました。もしかしてもう一匹忘れてない？156ですね、これで。よいしょ。わー、すげー。これ多分200は普通に超えるんだろうな。なんか間にちょいちょいダブルレアとかもうリアクションが取れないぐらいなんかいきなり出てくる。56、これで256ですね。ちょっとメモらしてください。多数、よいしょ、25、多数2ですね。というわけで、うわーやべえ、ここだけで283クチートいらっしゃいますという。素晴らしい、ありがとうございます。で、まだございますと。ねえ、何が起こるんやろね、これちょっと怖いんだけれども。じゃあお手紙と、あとはフフとグフフをそれぞれ開けていきましょう。よいしょ。いやー、すげえ。こちらからいきましょう。お手紙イエイということで、はい、お手紙イエイでございます。よっこいせ、よいしょ。チョさん、コンプニは少し早いですが、お誕生日おむプニです。チョさんに喜んでもらえたら嬉しいです。これからも動画楽しみにしています。プニプニということでいただきました。ありがとうございますね。早めにいただいておったんですけれども、開封が遅くなってしまって大変申し訳なかったです。はい、というわけで、マスさんですね。これで1番って書いてあるね。なるほどなるほど。よいしょ、どっこいせ。ってことは、こっからまだ口とか出るってこと？恐ろしくね？これどういうこと？よいしょ。いや。よいしょ。これが、よいしょ。何も入ってないのかな、これ。なんか入ってんのかな？一応見ときましょう。よこいせ。えい。あ、お手紙ですね。よいしょ。はい。特攻超マスデ革命 in 2020! イエイ！ということで、いただきました。ありがとうございます。というわけで、こちらにも、おっと、これはダブルレアとノーマルが順繰りに入ってますね。どうそうなってるのね。20、はい、これで20枚っていうことですね。なるほど、確かにそうですね。今回の応募ではあくまで20枚しか受け付けませんという話をしていましたので、これで20枚、ということでこれで303クチートになります。うおー、ありがとうございます。すげえ。でもまだあるんだよ。え、どういうことだろう。303クチートで調整した可能性はビレゾンなんですけれども、ただこの分厚さ、他に何か贈るものってあるっけ。クチート以外のものって何か贈るものあったっけ。え、よいしょ。で、はい、はまだクチートがいらっしゃいます。やばい。よいしょ。で、どこら性能さ、よいしょ、ほい。クチートかわいい、プニプニこのメッセージいるか。いや、入れてくれるのがまた嬉しいよな、こういうところでな。うんやばいな、303クチートからのまだ増えますよ。すげえ。1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15 からの、せーの、よいしょ。 HR、 すげえ、ありがとうございます。で、よいしょ、1,2,3,4,5,6,7,8,9,10、これで25,6,7,8,9,30,31 ですね。もう一回確認しとこう。よいしょ、プラスの31、はい、334、すげえ。これは過去に一度にお送りいただいたクチートの数は最多記録を更新したんじゃないかな、そんな気がします。チョさん、どこいせ、好きありがとうございます。そう言っていただけると私も活動のしがいがございます。さあ、というわけでラストでございます。やばい、まだあるの、オルジェネクチート、よいしょ。はい、というわけで、お、これもまた裏向きのところがございますね。よいしょ。で、よいしょ、さっきのペトコ29枚でございます。ってことはここに30枚目っていう感じかな。よいしょ、最後なんでしっかり見ていきましょう。にょっ、お、 SR ですね。 SR のクチートいただきました。せーので、よいしょ。はい、ありがとうございます。かわいい。というわけで、30枚プラスでございますね。よっこら性能さ、合計いたしまして364クチートいただきました。ありがとうございます。しかもここまでで303でございますね。プラスの61枚でいただきました。
ありがとうございます。いやー素晴らしいですね。ありがとうございます。こちらもまた大切にさせていただきます。はあ、すげえ。で最後でございます。ななみようさんでございますね。ななみようさんからはね、結構いろんなものが届いてる感じでございます。良いですね。こちらも口といただいております。ありがとうございます。ここにしようかな。あ、いいですねこの場所。よし。でなんか本当にね、いろいろいただいてるんですよね。よいしょ。ここがサナギラスかな。すっげえめっちゃ熱い感じでスリバ入ってますね。ありがとうございます。サナギラス、おお、めっちゃ可愛い。ポケットモンスターココのステッカーもありますと。これはあれですね、ポケモンパンのやつかな。よいしょ。なんか後ろにも入ってる。よいしょ。どうしようかな。あ、すごい、バンゲラスさんもいらっしゃいますと。あ、クチートもいる。よし、クチートはちょっと後で数えますね。よいしょ。なんかね、本当にいろいろ入ってるな。よいしょ。ほら、いろいろ入ってる。うわー、ありがたい。ということはこちらもですね。おっと、これはこうしたらこうでいいかな。ガオーレのディスクもございました。ちょっと待ってね。よいしょ。ガオーレのディスクはバーコード映せないから先にちょっと履けますね。今見えてるのがこの4つでございます。ヨーギラスさんと、もう一丁ヨーギラスさんで、さらにヨーギラスさんで、バンギラスさんでございますね。ワールズエンドフォールのバンギラスさんでございます。ありがとうございます。で、よいしょ、こちらもポケパンのステッカーですね。よいしょよいしょ、えいえいえい。で、このロッテのガムの包み紙のようなやつもありますね。はい、ありがとうございます。こちらもなんかそういうやつですね。よいしょ、なんかいろいろ入ってますと。包み紙、はい、からのバンギラスですね。ありがとうございます。これはポケパンのやつかな。どうしようまあいいや、一応置いておこうかな。で、あ、いいですね、メガヤミラミ&バンギラス GX ダブルレアもございますと。よし、これは嬉しい。はい。あ、で、いいですね。これは、なんだったっけ？ポケモントレッタだったっけな。トレッタはね、クチートがあるんですよ。これも私、何枚目かな？ 3 枚目ぐらいかな。あんまり枚数持ってなくって。嬉しいですね。よし。じゃあ、これはこっちに置いておきましょう。これどうしようかな。よし。じゃあ、あえてこのロッテの紙を一番上に置いときましょう。よし。あ、まだありますね。バンギラス。ヨーギラス。ああ、これいいんだよな。冬裏のヨーギラスさんですね。結構ダメージ来てるけれども。いや、でも、嬉しいですね。ちゃんと保管させていただきます。で、いいですね。ヤマパンのクチートのシールもいただきました。あじゃあます。よいしょ。で、これでね、クチートとかですね。よし。おそらく、バンギラスたちのところには口が入っていないだろうっていう想定でいきます。なのでこちらをですね、一通り開けていきますね。よいしょ。まずはトレッタですね。なんかもうスリーブの癖が強いな。よいしょ。はい、さあトレッタからの、よいしょよいしょ、シールドの口とこちらが、よいしょですね、2枚入ってますと。やべえ、スリーブ、これポケモンのスリーブがめっちゃ可愛いね。これ入れとこうかな。このダブルスリーブ持ってんのもいいね。よいしょ。で、これはラブライブ。よいしょ。2枚ずつで入ってるかな。これ何のやつだろう。なんで読み方が私わかんない。このロゴは見たことあるんだけど。お、めっちゃ可愛い。これすげえいいですね。可愛い。ヒルフーンが特にいいですね。よいしょ。これでの口と続いて、よいしょ。これは、お、春日ですね。よいしょ。ミクルさんのスリーブ。この辺りのキャラスリーってめっちゃいいよね。これなんかすごいギラついてる感じになってますね。よいしょ。で、こんな感じです。これは、シルバーブリッツって書いてますね。シルバーブリッツだそうです。よいしょ。私も知らないカードゲームがいっぱいあるな。よいしょ。続いて、お、これは窓マギですね。窓マギ。よいしょ。よし。サイコツクチートが2枚。よいしょ。で、選び出すのクチート。枚数少ねえんだぞ。よいしょ。はい。と、仲間を呼ぶですね。これはポケモンですね。御三家さん。ポッコかわいいよね、ポッコ。せーの。よこせ。
いいですね。これもなんか見たことあるな。 ZX って書いてあるやつ。続いてよっ、これはなんだ、あ、ごちうさか、うん、ごちうさのスリーブに入ったクチトさん、よいしょ、いいですね。私が普段キャラスリ買わないからこういうのめっちゃ楽しいな。よいしょ、お、イーブイですね。かわいい。女の子が持ってるとなんかちょっとお、ポケモンやってるんだなっていう感じになるやつですね。で、これがプリちゃんですね。プリちゃん、うん、なんかね、アニメだけ見てた気がするな、そういえば。詳しくは覚えてないけど、よいしょ。これはなんだ、あ、アリスマーガトロイドですね。よいしょ。で、続いてリザードン、かわいい、かっこいいね、メガリザードンでございます。この前ね、あのポケモンオリジンのブルーレイを買ってきました。あのアニメ版でサクッとは見てたんですけどね、ようやくしっかり見ましたね。トゥーハートって書いてますね。よし、ほい、お、これなんだろう、虫キング、虫キングのスリーブってなんかこんなんなってんだ。へえ、面白い。なるほどね、すごいね、初めて見た。で、バイス・シュバルツですね。バイス・シュバルツのこういうキャラスリじゃないスリーブっていうのもあるんですね。で、よいしょ、ケイオン、いいですね。この子なんて名前だったっけ、あ、そうや、ウイちゃん、ウイちゃん。で、最後ですね、ケイオン、よいしょ、ベーシストですね。よいしょ、ケイオンな、しっかり見たはずなんだけど、キャラの名前全然ド忘れしちゃって名前出てこねえや、ごめん全然出てこない。よいしょ。で、あともう一枚ですね。これは日だまりスケッチですね。名前しか知らんな。よいしょ、おい、お、これはこれいいですね。あ、バンギャラスもあった。よいしょ、どこ行って中分けで、すごい、バンガードで、これは、お、これもなんかキャラスリーだ。へえ、ありがとうございます。ちゅうわけで、いやー、いいですね。これちょっと私初めて見たかもしれない。何のやつなんだろう、これ。 JR 企画って書いてある。へえ、初めて見た、ありがとうございます。番号はポケモンキッズの投資番号です。ポケモンキッズのあれか、あ、そういうことかな。これとこれがセットってことかな。こういう感じになってるのかな。ありがとうございます、大事にさせていただきます。素晴らしい、良きですね。あ、まだあったわ、こちらに。よいしょ、はい、お誕生日おめでとうございます、これからもよろしくお願いいたします。ということで、メッセージ付きで、よこいせ、ここにも2枚あるかな、めっちゃある、3枚ある。よいしょ、はい、3枚でございました。ちょっと待って、さっき枚数数えたのに記憶するの忘れた。40ですね、40枚ジャストでいただきました、ありがとうございます。はい、といったところで、本日ですね、3日目の開封が終わりましたと。本日時点で届いたクチートの総数、なんと1109枚に達しました。ありがとうございます、皆さん本当にありがとうございます。まあ、もちろんね、大量に送ってくださった方々、とても感謝しておりますけれども、それだけではございません。少数で送っていただいた方々も含めましてですね、その一枚一枚の積み重ねがこの枚数に到達させたというものでございますので、枚数の大小に関わらず、今回のイベントにご参加いただいている皆さん、本当にありがとうございます。さあ、といったところでですね、4日目の動画ですね、撮らせていただく予定でございます。こんな感じの箱が1つ、そしてもう1つこんな感じの箱が、届いておる状況でございます。あとですね、カードではないものも1つ届いておりますので、そちらも4日目の方で公開させていただく予定でございます。お見逃しのないようにチャンネル登録よろしくお願いいたします。それではまた次回の動画もお楽しみに。またね。なんかすごい懐かしい人生。え、うまっ。